はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。にのんちザワイズです。はい、今回はランマンの最終回について話していきたいと思います。はい、最終回、皆さんどうだったでしょうか。ねえ、非常に私は満足しましたね。とてもいい。ね、本当に。久しぶりのこの、いい出来っていうね。うん。とても、良かったのではなかろうか。なんかこう、ね、朝ドラ大体こう、最初の方つまんなかったりとか、中だるみとか、いろいろあるのが、朝ドラかなと思ってたんですが、今回は全部がこうね、うん、いい感じだったのではなかろうかと思いましたね。うん、何から話していけばいいんでしょうか、これはね。うん、まあ、あの、なんだろう、こう亡くなるシーンみたいのがね、ないとこがまあ素晴らしいところの一つですよね。そういうのでこうね、盛り上げようという感じじゃないとこがね、こうなんて言うんだろう、こう視聴者を舐めてないなというかね、こうそんなんじゃないぞっていうのをね、すごくよく分かってるなというね、素晴らしいなと思います。その脚本もそうだし、演出も素晴らしいなとね、思いましたね。この最終回でやっぱね、決まりますよね。あそこがね、ちょっと感動してしまいましたね。安易じゃない。ってとこはね、まあ一つとしては良かったですね。あとはその、あいみょんのね、こう、歌と、ね、ばっちり、こう、ね、大切な人を失う未来、なんてみたいなね、来なくていいみたいなところとね、こう、ばっちりこう合ってるっていう、その辺、すごく、ね、これどういう風に、ねえ、あれなんですか、映像ができたところに、まあ、載せるっていうとことなんでしょうけど、これはなかなか、ねえ、その、映像の人と音楽の人と、ねえ、みんなですごいやり合わないとできないですもんね。すごいね。いやー、すごい。で、なんかこうね、いろんな、ね、記事を読むと、その植物っていうのは本当に、ね、その時期にしか咲かないのとかあるから、すごい大変みたいですね。だからこそ、その、ね、万太郎、何でしたっけ、富太郎さんでしたっけ、牧野。その万太郎さんの本物の人はすごいけど、なかなかこういう風にできなかったというような記事も読みましたけどね。いや、皆さんがすごい頑張って植物集めたり、それね、読んだりして、本当に、なんだろう、ドラマの万太郎よりも、万太郎を、チームがこう研究してるのよりもさらに、なんて言うんだろう、現場の人たちが同じようにね、もよりハードにこう勉強していったっていう姿がね、こう見えてきますよね。いやー、すごかった。まあ全体として料理も美味しい感じでね、すごい私は影響を受けましたしね。親子丼出たら親子丼食べたいとかね、そういう
食欲も湧かせるね、いやとにかくあとは、まあ、昨日もずっと言ってますけども、浜辺美波さんがね本当に、だから何十年後かの浜辺美波さんがすごい楽しみですよね、すごいいい年を取った浜辺美波さんが見たいな、なんかね、まあ、話はそれちゃいますけど、ゴジラがあの神木さんと浜辺さんのチーム2人らしいですね、ゴジラこれも見に行かないと、まあ、そのゴジラの方が先だったらしいですね、その2人で撮影して、だからランマンが先じゃないっていうね、らしいですよ。でもまあこの2人ということでね、これはもうゴジラ見に行くの決定だなと思いましたね。いやーほんと。まあいいですね。なんか、まあ実際とは随分違うみたいですね。あの、綾と竹雄は、本当はね、万太郎は本当、綾と実際は結婚したみたいですよね。最初ね。で、後に、浜辺さんっていう、お寿恵さんの方を、と結婚したみたいな感じみたいですね。でだから酒蔵っていうか、お酒は作ったっていう事実はないらしいですよ。まああとはそのね、お寿恵さんが死んだのは55ぐらいみたいですね、本当は。となるとですよ、何年間その後ねえ、万太郎は一人だったんだって、すごい、そこもなんか見たいというか、どうすんだっていうか、ランマン2ちょっとでいいんで見たいですね、その後の。でもな、やっぱお寿恵さんいないと面白くない。まあお寿恵さんはこうちょっとね、回想シーンで出てくるというか、その後結構長いんじゃないかなと思って、そこもちょっとね見たくなりましたね。この後が。いや、どうやって一人で。でもさ、そういうお寿恵さんの言葉で、まあドラマの中ではね、こう、探しに行ったら私もいますよみたいな感じの、いい感じでしたけどね。でもそういう気持ちがあると、さらに続けられたのかもしれないですね。いやー、でも、本当にちょっとね、いや悲しいね、そのお寿恵さん亡くなっちゃうのはちょっと悲しいけれども、いやとてもよく描かれてたな、これはもうかなりいいですね。私ひよっことか好きだ、ひよっこが一番好きなんですけど、同じひよっこもな、途中ちょっとなーってところを考えると、このランマン結構いいかもしれない、全体を通して。はい、もう言いたいことが山積みですよね、皆さんもね。いやとにかく本当植物大変っていう記事を読んで、そして植物の方から脚本に影響を与えてったみたいなね、オレンジのさ、なんだっけ、出てこない、で最後の方も出てきたけど、それによって宮野さんの衣装がオレンジになったりとかね、そういうような感じだったらしいですよ。だから植物チームがね、こうこの花どうですかみたいなのからストーリーが成り立っていったり、金の道みたいなのもそういう感じらしいですよ、蘭光先生の。いや、なかなかね、いろんな裏話があってね、もっとそういうのを浴びたいですよね。そうするとよりどん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 深くなっていきますね。いや、もう、ね、次、ブギウギでしたっけ。その、なんていうんですか、コマーシャルっていうか、予告っていうんですか。そういうの見る限り、
あれこれもうちょっと良さそうみたいなね、うん、感じありますね。私がちょっと注目してる女優さんも出るみたいですし、うん、ちょっと楽しみ。悲しい、これ終わって悲しいけども、次のブギウギちょっと楽しいな、楽しみだなみたいな感じはありますね。はい。あと、あ、そうだ、最後に、まあ、あいみょんのあの涙は枯れないわ、涙は枯れないわ、明日へとつながるわみたいな、あそこのつながるわのところのうわーって歌うとこはね、いいなと思ってんですけど、皆さんどうですか、あそこの明日へとつながるわのうわーの部分がね、私とても気に入ってんですけど、どうですか。はい、そんな感じで、130回全部見させていただきました。ありがとうございます。ね、最近あんまりいいドラマがないんでね、うん、もうランマンだけが本当に素晴らしかった、うん、ありがとうございます。はい、それでは、また明日会いましょう。それではバイ。